どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日はですね、またまたペヤングさん新作出しましたね。こちら、超超超大盛りギガマックスガーリックパワー。カロリーがやばい。1日1食までにしてください。カロリー摂取基準を上回る恐れがあります。大変です。まあ、うちといえばもうちょっとでなくなりそうなこちらも足してね、まあ、夏バテに効くような感じになるんじゃねえかなと思いつつ、また辛いと絶叫してしまうのかなとも思いつつ、ちょっとね、こちらまず食べていきたいと思います。あ、やべ、麺でけえ。火薬、うわ、ガーリックチップ入ってんじゃないこれ。火薬と、お、焼きそばソース。ちょっとね、ちょっと透明がかってんのかな。以上ですね。早速お湯を入れていきたいと思います。3分経ちました。早速すでにいい匂いしてるんですよね。さあ、こちら入れていきましょう。こちらもうすでに匂いがすごい。おお、超ニンニク。お、想像の数倍のニンニクの香り、やーべえ。完成です。めっちゃね、ニンニクのいい香りしてる。まずちょっとそのままね、入れてからデスソース入れていきたいと思います。じゃあ、いただきます。やばい、すごいニンニク。おお、待って、すげえニンニク。あー、もうね、ニンニクチップも入ってて、すーごいがっつりもうニンニクの味。なるほどね、すげえ。もうほぼニンニク食べてる感じ。すげえ。こんなね、ニンニクのパワーがあって、これがあったらもうね、夏バテ絶対しない。絶対夏バテしない。じゃあ、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8。やっぱこんな感じです。うわー、さすが超超超大盛り。では、すぐやりまーす。また混ざってねえな、カレー。すんげくカレー、すげえニンニクの効いたペペロンチーノ的な感じ。あー、辛っ。完食です。あー、やばい、辛い。辛いし、ニンニクらしい。あー、結構やばいことになってるかもしれません。あー、でもこれニンニク好きの人マジですね。ガーリックパワー美味しい、美味しい。ただ量がやべえ、こんなだったっけ。熱い。ぜひね、今、先行販売でファミリーマートさんで売ってます。で、8月の終わりから全国のコンビニとかで一斉に、他のね、ファミリーマートさん以外のコンビニでも買えるらしいので、ぜひね、興味ある方買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。